皆様こんばんは。今夜も名古屋ミッド FM スカイスタジオから生放送でお送りしておきますナイトオンザプラネット、お相手は本日もメイリンゴです。この番組は後藤達也矯正歯科の提供でお送りしていきます。ナイトオンザプラネット、この番組では自分らしく美しく豊かに生きていきたいと願う女性のために愛と癒しと人生を上げるヒントを素敵な音楽とともにお届けしていきます。今夜も最後までお付き合いください。さて皆様ね、おうち時間が増えている日々なんですけれども、いろいろ工夫をして楽しく、そして心も体もヘルス&ビューティーをね、それを、楽しんで過ごしていきたいですよね。それでは今日のオープニングナンバーです。ももさんでマーガレットスマイル。それでは今日の前半なんですけれども、今日はですね素敵なお客様をお迎えしております。名古屋在住の歌姫シンガーソングライターのももさんをお招きしてお送りしていきます。ももさんこんばんは。こんばんは、ももです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いかがですか皆さん、今ね、かけさせていただいたマーガレットスマイルという曲を、歌っているのが、本日の、ね、お客様の、ももさんになります。
まあ、今日はですね、ももさんにいろいろご質問をねしていこうかなと思うんですけれども、はいはい、まずお願いします。この曲を含むね、最新の CD っていうのがあると思うんですけれども、はいはい、まあ、まずこの CD のこうなんていうのかな、特徴というのかな、はい、バックグラウンドみたいな、そういったことがあればちょっと教えていただけると嬉しいです。はい、はい、ですね、うん、これ私の4枚目 の、 はい、アルバムになるんですけれども、はい、マーガレットという、はい、アルバムになっております。うん、でこの、アルバムの一応、まあ、そのテーマが決まっていて、うん、はい、いろんな愛があるからこの世界は美しいという、うん、ことが一応、まあ、そのテーマで、で、3曲入ってるんですけれども、はい、それは、3つの愛をテーマに、書いています。3つ、うん、はい、3つの愛をテーマに、はい、例えば一応そのね、うん、まあ、愛情っていうのは、うん、まあ、まあ、男の人と女の人のそういう、まあ、愛情っていうのもあるけれども、うん、そうではない、まあ、例えば自分の身内だったり、うん、そういうのの、まあ、愛情っていうのもあると思うので。そうですね、はい、うん、で1曲目 の、 はい、マーガレットスマイルというのが私の、はい、めいっ子が生まれた、うんうん、時に作った曲ですね。あ、そうなんだ、はい、でこれテーマが巡り出会う愛、巡り出会う愛、はい、うんうん、のを、まあ、そのテーマに、まあ、作って、いますね。へ、はい、なるほどね。なんかすごい優しい感じのね、私はこう雰囲気をすごく感じたんですけど、はい、めいっ子さんがね、こうなんか メインというか生まれた時っていうのってなんか素敵ですね。はい、めいっ子ちゃんはこれ知ってるの？いや知らないです。知らない。知らないんだ。知らないと思います。てか絶対知らないです、ね。絶対知らない。そうなんですね。じゃあこのマーガレットスマイルは巡り出会う愛、はい、で、まあ、この後ね、もう一曲かけるんですけれども、はいはい、他のその3つの愛の他の愛というのは、はい、他のテーマですよね、うんうん、そうですね、これ3曲入ってるんですけども、はい、次2曲目がさよならの香りっていう曲も入っていて、うん、それははぐれていく愛っていうのがテーマなんですね。あ、なるほどね、はい、ちょっとこれは今日はしないんですけれども、うんうんうん、で、あと、あ、次のも言っちゃっていいですか？うんうん、いいですよ、はい、で次3曲目、With You っていう曲も入っていまして、うんうん、それが結ばれる愛というのが、ね、はい、をテーマに、はい、書いています。素敵ね。皆さんはこの3つの愛どれがいいどれがいいって感じだね。はい、まあ、ね、1曲目は巡り出会う愛で、はい、なんかね、すごくこう春っぽい感じもしてね。あ、そうなんですね、いいですよね、はい、うん、なんかすごい春のこう暖かい日差しが私はすごいイメージできました。そうですね、めいっ子が生まれたのが冬の、うん、2月ぐらいに、はい、生まれたんですけれども、そうですね、うん、まあ、どっかちょっとね、一緒にこう散歩とか行ったり、うん、した、まあ、その公園とかね、行ったりした、うんうん、思い出を、まあ、曲にしてるんですけど、その時がね、本当ちょうど今ぐらいの春先のね、うん、あったかい時期だったなっていう風に覚えてるんですよね。うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあもうそういうこうなんかこう、こう映像というかね、はい、その時のこうイメージみたいなものもこうがあって、ももさんはこう普段曲とかやっぱり作られたりとかに。そうですね、うん、その曲を作るときは、うん、やっぱこう常に頭の中にその写真があるような気がします。写真、写真、別に何も本当に撮った写真じゃなくて、うん、その情景を自分の中でこう切り取って、うんうん、なんか写真に多分してるんでしょうね。なるほどね。そう、それを再現するんですよね、音楽で、はい、こう歌詞と曲でって感じ。そうですね、なるほどね、はい、すごいよね。私ね、そういうのって本当にやったことがないから、すごいかっこいいなとかって惚れ惚れしちゃうんですけど、ね、でもきっとその、うん、まあ、自分も含め、うん、曲作りをする人っていうのは、うん、結構皆さんそうだと思います。そうなのね、常にやっぱり頭の中に映像というか写真でもいいし、うん、そういうのがあるんだと思います。あ、なるほどね、うん、こう曲を作る時っていうのは、はい、まあね、シンガーソングライターだっていうことなので、はい、詞も作るし曲も両方作るんですよね。そうですね、 はね、はい、これって別々でこう湧いてくるんですか、それともこう
一辺にと一辺にというか、あ、うん、そうですね、どういう感じですか、自分の場合は、うんうん、一緒に浮かんでくることも多いですね。なるほどね。そのサビのその一番盛り上がるところとかは、うんうんうん、そこだけこうCと曲が一緒にボーンって浮かんできて、そこに曲だけ付け足していったり、そこにまた C をはめていったりっていうような感じですね。あ、なるほどね、うん、それはこう何をやってる時とかって割とこうあるんですか、こう何かこう何よし作るぞって言って作るのかそれともこう何気なくなんかしてるこう日常の中で、うん、あって浮かぶのとか、そうですね、ほらね、いろいろあると思うんですけど、曲作りする人って、うん、まあ、いろんな、ね、うん、そのタイプの人が、まあ、いると思うんですけど、うん、自分は、うん、じゃあ今から作るぞって言って作れない人なので、うんうん、そうですね、まあ、例えばこう夕飯の準備とか作ってる時、うんうん、こうね、うん、人参切ったりとか、はい、してる時とかに、うんうんうん、なんか急に浮かんできて、そうだから割と、うん、私料理中が多いかもしれないです。あ、そうなんですね。そうですね。こう創作、うん、創作、まあ、お料理もね、はい、創作してるから、そうそうそう、なんかそれと同じ感じでこう同じなのかな、イマジネーションが湧くのかな。うん、どういうわけか、うん、そうですね、あ、それとか、うん、でも、うん、あれですよ、普通にこうスーパーに行ったりとか、うんうんうん、散歩してる時とかなんかもそうですね、あ、浮かんだりとか、うん、来ますね。なるほどね、はい、へー、私もじゃあちょっと料理しながらやってみようかな、はい、ね、お散歩しながらとか、はい、なるほど、なんかすごくね、これから自分のね、曲とか作ってみたいとかね、音楽が好きな人ってこう思ってると思うんですけれども、今のお話ね、参考にしていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、私はですね、ももさんのね、透明感のあるすごく伸びやかで大人っぽい女性の声なんだけど、とってもなんか可愛らしい、まあ可愛らしいって言うとね失礼かもしれないんですけれども可愛らしいなっていう感じのこう女性性みたいなのがね、ある声がとても素敵だなと思ってるんですけれども、歌がね上手くなりたいなと思ってる人とか、まあ、自分の声とかね歌に自信がないなっていう方に、うん、もしももさんから何かアドバイスあれば。そうですね、うん、やっぱりすごく自分の中でも、うんうん、こう自然とこう参考にしてる人っていうのがやっぱりいて、うんうん、はい、例えば どなたがいたりします？そうですね、ももさんの場合は、うん、私は前からすごく、竹内まりやさんとか、うん、鬼塚千尋さんとか、はい、であと平原綾香さんとかがやっぱりすごく好きで、はいはい、でも、まあ、どういうところがね、うん、好きなんだろうというか、うんうんうん、すごく惹かれるんだろうってやっぱり思う、うん、ことも、まあ、あるんですけども、うんうん、やっぱり共通してるのが、はい、こう日本語の美しさを教えてくれる人なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あ、なるほどね、うん、すごくこう一音一音のこうなんかつなげ方がすごくこの上品というか、うん、こうなんていうかな、ウェーブ、こうなんか節回しっていうような言い方もするんだけれども、うんうんうん、それがやっぱりすごくすごくこうなんか綺麗なんですよね、うんうんうん、それ聞いてて、あ、日本語ってすごいこう美しい言葉だなって、うんうんうん、なんか思ったりはしますね。なるほどね、うん、ということはこうやっぱりそういう、こう曲をこうやっぱりたくさん聞いて、そういうこう言葉のなんか表現の仕方だったり、言葉のこう一個一個大事にするところとかをちょっと大事にするといいかもしれない、はい、そうですねなんか私はそのなんか、まあ、いろんな人の音楽を聴いてる時に、うん、あ、いい曲だなとか、うん、それだけ聞くんじゃなくって、うんうん、その人の歌い方の特徴とか、うんうん、なんかすごくそういうところを、うんうん、やっぱこう注意して聴いちゃうんですよね、あ、無意識に。なるほどね、曲だけってこう聴くんではなく、うんうんうん、まあ、もちろん曲もすごくね聴いちゃうけれども、はい、なんかやっぱりその人の一つ一つの特徴っていうのをついこう聴いてしまう、う
なるほどね、うん、声の出し方とか、そうですね、言葉の発声とか、うんうん、あとはやっぱりその言葉の滑舌とか、うんうんうん、やっぱりそういうところですね。滑舌ね、はい、なんかね、鬼塚千尋さんとかもそうなんですけども、うん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 、とね、あの心を読まないで何も言わずに抱きしめてっていうようなフレーズがあるんですけども、うんうんうん、それ一つあの、うん、とっても、うん、やっぱこう心の子だったり、うんうん、抱きしめてのしだったり、うんうんうん、なんかすごくそういうところを、うん、あのはっきりっていうか、はっきりっていうのも違うけど、やっぱりこうそうですね、はい、一音一音丁寧に、うんうんうん、はい、言ったりとか、うん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 、やっぱり結構そういうところ聞いちゃいますね私は。なるほどね、はい、聞いた、みんな歌に自信ない人ね、あのそういうところを、まあ、ちょっとね、あの意識して聞いてみると、ひょっとしたらね、あのあなたの歌がレベルが変わるかもしれないよね。ちょっとこういっぱいいっぱい聞くとね、あの、うん、そういうの少しね、はい、あのあれってこう気づくところがあるかもしれないですよね。そうですね、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、それではですね、あのまあね、あのライブで本当は生歌でね、今あのちょっとだけ歌っていただけたんですけれども、あのライブでね聞けると本当はあのすごくあのもっともっとリアルにあの伝わるんですけれども、まあ、今はねこんなタイミングなので、なかなかあのライブで生歌を聞くっていうことが難しいんですが、今の状態がちょっと収まった後にね、はい、ライブとかもちろんされて、見えるので、場所とかねご紹介いただくと、はい、どこで。そうですね、うん、私はもうあのいつも月2回お世話になっているところが、はい、ありまして、はい、あの堺ベースさんっていう、はいはい、ところなんですけれども、はいはい、そこでもう結構ずっと長いこと、うん、まあ、レギュラーさせてもらっていましたね、はいはいはい、そうですね、はい、堺ベースさんですね。あの皆さんね、あのこちらの堺ベースさんのホームページ見ていただくとスケジュールが載ってますのでね、またあの少し、まあ、ゴールデン明けぐらいですかね、少し落ち着くといいですけど ね、早くね、はい、落ち着くといいですけど、はい、本当に楽しくライブができる、日がね早く来ることをもう本当に心から祈っております、はい、ぜひねチェックをしてください、それからですね、ももさんの CD ですね、その堺ベースさんでも購入可能ですし、直接ももさんの Facebook ページっていうのがありますので、そちらにリクエストしていただいても手に入ります。それからですね、オンラインショップもあるんですよね、はいはい、でオンラインショップは、ベースオンラインショップ、ももミュージックで検索をしてください、私のですね SNS の方にも、リンクを貼るようにしておきますので、ね、皆さんチェックをぜひお願いしたいと思います。それではですね、もう一曲、ももさんの曲をお送りしたいと思います。ももさん曲紹介お願いします。はい、次の曲がですね、はい、あの先ほども紹介したアルバムの中の、3番目の曲ですね、はい、結ばれる愛を、テーマに書いています、はい、With You です。聴いてください。君とずっとこの
それではここからはいつもの開運コーナーに参ります。このコーナーではあなたの人生を上げるヒントをカードリーディングをもとにお届けしていきますね。今夜もですね、愛と豊かさに分けてお伝えしていきます。まず愛についてキーワードいきますよ。気持ちを高めてください。はい、よろしいですか。気持ちを高めましょう。気分がね、塞ぎ込んでいます。愛する人に思うように会えなかったり、自粛とかね続いて気分も体も重くなっていませんか。せっかく家にねいる時間がたっぷりとありますので、今までできなかったこと、つい後回しにしていたことなど、ぜひこのタイミングにしてみてください。ゆっくりとお料理をしてみる、断捨離をしてみる、ね、模様替えとかもおすすめですよ。はい、散らかっている場所は片付けるか、いらないものはこの際捨ててしまいましょう。それからですね、ひょっとしたら体重があれっていう風にね、なってしまっている方もひょっとしたら多いかもしれません、ね、運動不足から体の代謝がダウンしてむくみがちっていう人もいると思うので、ぜひですね、セルフマッサージ、それから軽い運動、お散歩とかねして、心がけてみてください。はい、お塩を入れてねお風呂に入るのも OK ですよ。おすすめです。ラッキーカラーはオレンジになります。それからですね、豊かさについて参りますね。キーワード、怒りを手放す、愛の言葉を使ってください。よろしいですか。怒りを手放して愛の言葉を使ってください。今はですね、今まで以上にかなりね周りから影響を受けている方が非常に多いです。毎日ね、ニュース、それから情報を取ることもとっても大切なんですけれども、どうしてもねネガティブな情報がどうしても、耳からね多く入ってきてしまいます。目からもそうなんですけどね、ネガティブな情報と同じぐらい、同じボリュームぐらい、ハッピーなね情報を、自分がね、インプットするようにね心がけてほしいなっていうふうに思います。じゃないとねバランスが、ネガティブな方に傾いちゃいますからね。はい、綺麗なものを見たりとか、心安らぐ、音楽を聴いたりとかね、嬉しいニュースをわざわざ探したりとかね、自分を元気にするようなものを、なるべく、目に入れたり耳に入れたりね、味わったり、してみてくださいね。はい、ここはねやっぱりね、ある程度努力必要ですからね、自分でちゃんとバランス取るようにしてくださいね。それからね、自分が使う言葉にも十分注意をしてくださいね。明るい言葉というかね、愛のある言葉を使うようにしましょうね。はい、以上今夜の、今月のね開運コーナーでございました。はい、今日はですね、あっという間にね、時間が来てしまってるんですけれども、あっという間ですね。あっという間でしょ。はい、はい、ね、今日はシンガーソングライターのももさんをもう、ね、お招きしてお送りしてるんですけれどもね、皆さんどうですか。本当はねもう一曲聞きたいぐらいでしょ。ね、3曲入っているうちのもう一曲はどんな感じなのみたいな。ね、ぜひ CD ね、ね、ぜひ CD の方を、はい、お求めいただきたいなというふうに思います。それからですね、ぜひね生歌が聴けるタイミングになりましたらね、ぜひ本当ステージの方も、はい、見に来ていただきたいなというふうに思います。はい、あなたのね心がとってもねハッピーになるよ。おすすめだよ。はい、ということで、今日はねももさん本当に来ていただいてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、また遊びに来てください。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとう。